のぞみでーす。太上老君さんに会うために桃源郷に来てるの。でも彼ったらとーってもぐうたらな人で、3年に一度しか起きないんだって。でもしっかり者のゆうきょうちゃんが通信装置で呼びかけてくれたの。さあお話の始まり始まり。はあ、ああめんどくさい、考えたくない。なんだい、ゆうきょう。脳を働かせるのだってカロリーを消費するんだよ。お客様です、老師。太公坊さんとスープーちゃんです。うん、二人のことは分かっている。面白い。羊さんが喋ったよ。自分の口で話すのは面倒だから、彼らの口を借りることにするよ。そんなことして楽しいの？崑崙の同志、太公坊とその霊獣スープーシャン。さあ、要件を言え。ゾビ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 。太上老君さんってかっこいいから、起こさないで寝かせてあげる。方針計画、それは人間の自立。ゾフィー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 。これってのぞみたちが質問したいことを言って自分で回答してるってことかな。流れに身を委ねよ。何事にも流れが存在する。なんか眠くなってきちゃった。え？評価？聞かない方がいいと思うよ。のぞみでーす。太上老君さんに会うために桃源郷に来てるの。でも彼ったらとーってもぐうたらな人で、3年に一度しか起きないんだって。でもしっかり者のゆうきょうちゃんが通信装置で呼びかけてくれたの。さあお話の始まり始まり。はあ、ああめんどくさい、考えたくない。なんだい、ゆうきょう。脳を働かせるのだってカロリーを消費するんだよ。お客様です、老師。太公坊さんとスープーちゃんです。うん、
何？どういう人たち？太公望じゃなくて、太公望みなんですけど。飲みすぎで口内炎ができて痛いから、彼らの口を借りることにするよ。そんなことして、楽しいの？崑崙の同志、太公望とその霊獣スープーシャン。さあ、要件を言え。だから、太公望じゃなくて、太公望みなんだってば！太上老君さんは、お腹空いてない？のぞみが炊き出ししてあげようか。紙とか食べないのかな？それはヤギ。この後の展開は、太公望は王天君と融合して王液、復帰になってジョカを倒すけど、力尽きて消えそうになると、これはさ、今後の展開を先読みしちゃってるってことかな。ブブー、残念でした。のぞみは全然そんなこと考えてませんでした。太極図の紡ぎ出す模様のように素晴らしいね。どうやら私も寝ている場合ではなさそうだ。のぞみでーす。太上老君さんに会うために桃源郷に来てるの。でも彼ったらとーってもぐうたらな人で、3年に一度しか起きないんだって。でもしっかり者の遊興ちゃんが通信装置で呼びかけてくれたの。さあ、お話の始まり始まり。はあ、ああ、めんどくさい。考えたくない。なんだい、遊興。脳を働かせるのだって、カロリーを消費するんだよ。お客様です、老師。太公望さんとスープーちゃんです。ん？二人のことは分かっている。みーみー、驚いたか。私の正体は羊の妖怪仙人なのだよ。お茶目さんね。崑崙の同志、太公望とその霊獣スープーシャン。さあ、要件を言え。ゾビ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 。みみみ。めえ、めえ。
ゾフィ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 。隊長ロー君さん、のぞみたちを使って悪さしてるでしょう。全然楽しくないよ。そんなことをして、あなたは誰をどんな風に喜ばせられるのさ。だって羊なんだもん。あなたは、なかなか興味深い話の作り方をするね。どうも、スープーシャンス。僕たちは今、コンロン山2に乗って、宝来島に向かってるところっすよ。コンロン山2は、太一新人さんのエネルギーを吸収して動いてるっすよ。ところが、こんな太一さんの悲痛な努力を無下にするような事件が続発して、その度に、太一さんは修理パオペを使ったっす。そんな中、ご主人と龍吉さんは、二人で何やら話し込んでるっす。まさか、お主が晩御飯をもらってくるとは意外であったよ。体は大丈夫なのか、公主。ならば、オッケー。太后のぞみなんですけど。それはそうと、歴史の道しるべってさ、どんな食べ物なのかな。のぞみ、食べたことないんだ。とにかくさ、頑張っちゃうぞ。のぞみ、太公望と共演したかったんだ。公主、弾けない。ゾビーゾビーゾビー、わしに言わせれば凡人だな。もっと頭を使ってわしを騙すくらいの勢いでかかってくるのだ。待っておるぞ。どうも、スープーシャンス。僕たちは今、コンロン山2に乗って、宝来島に向かってるところっすよ。コンロン山2は、太一新人さんのエネルギーを吸収して動いてるっすよ。
ところが、こんな太一さんの悲痛な努力を無下にするような事件が続発して、その度に太一さんは修理パオペを使ったす。そんな中、ご主人と龍吉さんは二人で何やら話し込んでるす。まさか、お主がそういうことになっておるとは意外であったよ。サイズは合うのか、公主。ならば、オッケー。太后望みなんですけど。向かってそういうことは言わない方がいいと思うんだよね。それよりお腹減ってない？のぞみ、白いドロッとして栄養食作るのすごく得意なんだよ。公主、思い定めだの。なんだ。ゾビー、ゾビー、ゾビー。なんとセンスの良い話よ。想像を超える想像力、聞くものを飽きさせぬテンポの良さ。お主こそ五つ星だ。どうも、スープーシャンス。僕たちは今、コンロンさん2に乗って、蓬莱島に向かってるところっすよ。コンロンさん2は、太一新人さんのエネルギーを吸収して動いてるっすよ。ところが、こんな太一さんの悲痛な努力を無下にするような事件が続発して、その度に、太一さんは修理パオペを使ったっす。そんな中、ご主人と龍吉さんは、二人で何やら話し込んでるっす。まさか、お主が晩御飯をもらってくるとは意外であったよ。そんなに欲しかったのか？ならば、オッケー。望みは目的のためには手段を選ばない女。それはそうと、歴史の道しるべってさ、どんな食べ物なのかな。のぞみ、食べたことないんだ。それよりさ、のぞみ、この前ね、中央様に口説かれちゃった。公主、ダイエットのためにか？
か、ゾフィー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 。ゾビー、ゾビー、ゾビー。ハハハハハハ。最高だ。へそで茶が沸くわ。お主に座布団3枚だ。のぞみでーす。大変なことになっちゃった。王天君って人に迫られちゃってるの。のぞみと王天君さんはもともと一人だったんだって。よくわかんないんだけど、これってもしかして、もしかすると、もしかするよねー。今のあんたには肉体がねえんだぜ。俺と融合してあんたに損はねえはずだぜ。なればオッケー。おいじゃ、融合しちゃおう。この僕があなたのペースにはまってしまうとは、驚きましたよ。しかし、わずかながら詰めが甘いようです。次のお話を楽しみにしていますよ。のぞみでーす。大変なことになっちゃった。王天君って人に迫られちゃってるの。のぞみと王天君さんはもともと一人だったんだって。よくわかんないんだけど、これってもしかして、も
しかすると、もしかするよね。俺は探した。もう一人の俺をな。俺は、おめえを探し続けていたのさ。それって、つまり、のぞみへの告白？照れちゃうな。そうさ。俺はもう疲れたよ。おてんくんでいることに疲れた。大駅に戻ろうぜ。だし、少年ジャンプ的にこういうのってオッケーなの？そう言うと思ったよ。だが忘れてねえか？今のあんたには肉体がねえんだぜ。俺と融合してあんたに損はねえはずだぜ。なればオッケー。おいじゃ、融合しちゃおう。やめときゃよかったかな。天才とは、あなたのために用意された言葉だと、今思い知らされました。お見事でした。のぞみでーす。大変なことになっちゃった。王天くんって人に迫られちゃってるの。のぞみと王天くんさんはもともと一人だったんだって。よくわかんないんだけど、これってもしかして、もしかすると、もしかするよねー。俺はもう疲れたよ。おてんくんでいることに疲れた。大駅に戻ろうぜ。いいわよ。おてんくんでも逆転くんでも何でも来いっていいのよ。そう言うと思ったよ。だが忘れてねえか？今のあんたには肉体がねえんだぜ。俺と融合してあんたに損はねえはずだぜ。融合って何？
あなたはアホですか。とはいえ、アホもここまで来れば立派かも。まあ、こういう世界もありってことにしておきましょう。